こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー生態院院長の笹原健太郎です。本日は、前回に引き続きこちらですね、女性に多い腰痛のタイプ、こういう3つの大きな、原因がありまして、それの腰痛がなぜ起こるのかについて、まあ、話をしていこうと思います。はい。で、前回の動画で、女性に多い腰痛のタイプにこういう3つがあるんですよという話をしました。で、こちらの内容興味のある方は以前の動画を見ていただければなと思います。で、まあ、ざっくり復習しますね。まず3番目の内臓というのは、女性の例えば子宮とかですね、生理とかで出血が多いと、腰への血流量が悪くなって、まあ、痛みが出やすい。これも女性特有の腰痛ですね。あと上の2つ、女性は実は筋肉の膜とかじゃなくて関節のところで痛みが出るんですよという話を、まあ、しました。で、このまず2つの関節なんですけども、椎間関節っていうのは背骨とこの背骨の間のちょうど見えますかね、ちょうどこの部分です、この部分、この隙間です。ここ細かいところですけど、ここ椎間関節にいます。で、仙腸関節というのはこの仙骨というこの骨と、あと横にある腸骨という骨の間のこの部分です。ここが仙腸関節にいます。で、なぜここで女性というのは痛みが出やすいのかと言いますと、ちょっとこの絵を見ていただきたいんですけども、これがあのさっきの骨盤ですね。骨盤でこの上に乗ってるのが、背骨ですね。で、こっちが前で、こっちが後ろで、さっきの背骨の骨向き見てもらったら分かるんですけども、背骨というのは軽く前にカーブしてるんですね。これが正常の背骨のカーブなんですけれども、実は女性っていうのはこのカーブがきつくなりすぎる方が多いんですね。で、このカーブがきつくなりすぎるとどうなるのかと言いますと、なんとなくイメージできないですか。後ろ側がギューッと縮まるの分かります。だから常にこう反った状態になるんですね。で、先ほど言ったこの椎間関節と仙腸関節というのは、実は腰反るときに動く関節なんですね。ってことは、女性で多いタイプのこの反り腰のタイプですね、のタイプの方には常にこの関節に負担がかかってしまってるんですね。で、それがちょっとあるとき爆発して痛みが出てしまうんです。で、なぜこの普通のカーブからこんな骨盤が前に倒れすぎてカーブがきつくなる、なんでこのタイプの腰痛になるのかと言いますと、原因要因はやっぱりこれです。この前の部分です。お腹、ここのお腹の圧ですね。だからお腹の周りの腹筋ですね、腹筋の自然のコルセットがあるとお腹の圧がギュッとできるんで、だからこれ風船だと思ってほしいんです。風船パンパンに膨らんでるときは前で壁ができるので自然のカーブになるんですけども、女性って腹筋がやっぱり弱ってる方が多いので、特にその原因っていうのはやっぱり出産であったりですね、赤ちゃんがいるんでお腹グーッと膨らんで、でそっから出産後ってなるとやっぱり常に反ってますし、お腹の筋肉が伸びきっているので、やっぱ腹筋っていうのは弱りやすいんですね。すると風船がしぼんだようになってしまうんですね。しぼんだようになってしまうとどうなるかというと、前で壁がなくなるので、前の壁が少なくなってしまうので、もう腰がもう前になってしまう、前に。そのせいで腰が反ってしまって、先ほどのこの関節に負担がかかるんですね。なので、女性はお腹ですね。このお腹周りの筋肉であったりですね、もうお腹でもその中の方ですね、体幹のインナーマッスルとかも言うんですけども、そういうとこを鍛えてあげることでやっぱり腰痛のは軽減してきます。なので、次回の動画では、女性に関係する女性が鍛えるべき筋肉について話をしていこうと思います。で、まあ、この動画で
なぜ女性がこの関節で痛みが出るのかについて、まあ、覚えていただければなと思っております。この風船ですね、風船しっかり鍛えるように次回の動画ちょっと頑張っていきましょう。はい、では以上ですね、本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。